2016年。あ、なるほど、消せるんだ。はい、ID 数、<laughs> ID 数はほとんど変わってねえってことさ、お前 <laughs>、え、でも1日500人がコメント残してるってことあ、倍にはなってんだ。すげえ !1 日500人が書き込んでんだって、掲示板。気持ち悪くね ?700 人だ、この日。11月28日何があったんだろう。ものすごい書き込み。うん。 クレッシェンド。ま、だ少ない日で2100ぐらい。逆に12月3日。てか、俺が放送してたんじゃない ?3 日とかって。そっか、ずっと長いこと放送してると、その、放送に書き込みしてるから、掲示板には書き込みがないみたいな。って感じなんだろうね。あ、ライバルズしてたんだ。あそうだ。ライバルズと放送してたんだ。 <laughs> あ長時間放送の日は少なくてあいいじゃんいいたのいいたしなみじゃん確かに3日4日俺ライバルズやってたな2100250040時間ライバルズやった日ねなんかさ掲示板振り返る放送してえな掲示板振り返る放送ちょっと待ってね見ようぜこの時期これあったよなみたいなちょっと一から見てこうぜちょっとだけ こな、仲良しだった頃の俺らピョーっていう人が一番取ってるわ。こいつ未だにいるよな。こいつ、あれだろ ?5 年間書き続けてるやつでしょこのピョーっていうの未だに書いてるからな、こいつ。それ以外の書き込み、一切なく5年間、これ書き続けてんだよ。これ発達障害。こいつマジ、マジなのね、こいつ。ガチなの。 世に出れないから、俺がずーっと一件だけ削除されてる。あ、そうなのガチの病気だから。一番最初にぴょーって書き込んで以来、多分、こいつが泣く日はいい日らしいよ。こいつが泣く日はいい日らしい。泣くとなんか、火の鳥みたいな感じ。 ね、こいつのさ、書き込みだけさ、抽出したサイトとかねえのちょっと作ってよ。こいつ2000件表って書き込んで、なんか、あ、あるのちょっと、ちょっと、見させて。こいつの書き込みだけ抽出した ID 検索ど、どこでやんのあ、来た来た来た。あすげえほんとだ見たいみんな。できたできた。じゃみんな、あの、この画面開くのやめて。こんなよ。 は書き込み件数1590件。えっ、ー、と、10時、22時、10時、毎日 <laughs>、一日一回多分おそらくこいつ10時に起きて、22時に仕事終わってんだろうな。起きて泣いて、帰ってきて泣くみたいな。ほら。大体。だ、ちょっとあるんだよ。あのー、こいつの生態系がわかるだろう。10時から、 昼の10時から、まあ、19時ぐらいまではなんかしてるんだよ。だその時間に泣いてることないもん。たまにでも昼に泣いてるな。ぴょーっつって。朝か夜。いいことあるから、ご利益があるから。すげえ、マジで。こいつ本当に5年間泣き続けてるんだけど。すごくね マジえ毎日欠かさずやってんじゃんほら一回も欠かしてないじゃんすごくね <laughs> ちゃんとした社会人で笑うたほんとだよ <laughs> 絶対ちゃんとした社会人だよな 絶対ちゃんとした社会人じゃん。<laughs> はあ、ー、すげえや。この掲示板が活用されてない時から、だって1日7件の時とかもあるんだよ。2013年12月21日から20、2013年12月22日までの間に、7件しかカメコメントないんだよ。な <laughs> のにもかかわらず、こいつは、この掲示板は伸びると信じて、 書き続けてくれてんだぞ。クリスマスの日の21時、正月の19時、大晦日の19時、すごくねえか。誰からも評価されることなく、書き続けてんだよ。ずーっと5年間。多分こいつなりにうんこちゃんまだ俺は見てるよっていう静かなる一表字だからな。まだ見てるぜーとかじゃなくて、それをピューっていうバルログの 多分俺が炎上してる日とかもあるんだよ。76回擁護したくなる気持ちを抑えて、変わらない日常。5年泣き続けた。<laughs> いつこいつが <laughs>、いつこいつが泣き終わるか知りたいわ。休んでる。あこの日休んでる !2015 年3月17日は泣いてない。お母さんの命日だろうな。<laughs> おそらくこいつの <laughs>。母親の命日。だろうな。 1> 1日だけ休んでる2015年何かあったんだろうな3月17日ここまで勤勉な男がちょっと待って3月17日見ようもしかしたら2016年の3月17日も泣いてないかもしれない <laughs> あ泣いてるよかった母親の命日じゃなかった二日酔いとかだったらしいな でもこの時間に毎回毎回ちゃんと書き込み、書き込むってことは酒も飲みに行ってねえだろうな。友達もいねえはずだし、結婚もしてねえし、恋人もいねえんだろうな。仕事終わり18時だろうな。おそらく。で、昼食はだいたいこの時間。たまに14時とかになる時もある。 この辺何か <laughs> でもに、こ去年の1月1日はちょっと色気出してるわ。えっ、ー、と、12月31日の23時半に泣いて、ゼロに泣いて、ちゃんと日常に戻ってる。こいつの日常に戻るペース早くねえかちゃ、ちょっとだけスペシャルがあったんだ。去年は。ちょっとだけ一応スペシャル。勢いがあったからな、俺が。で、すぐさま日常に戻ってるわ。 2015年の1月はどうだったんだ ?2016 年の1月は。あ,あ、普通だ。うん。日常だわ。今年の1月1日は。あ,あ、普通だあ,あ、やっぱちょっと色気出してるわ。<laughs> ちょっと色気出してる。0G。これすごいよなすごくね マジでやばくない ?5 年間ずーっと雨の日も風の日も5年間だよ。2日は2回泣いてる。何かあったんだろうね。ちょっとなんか俺たちの合図決めとこせ。お前が日に、日に3回泣く日はなんかお前の結婚した日とかにしようぜな。おい。朝昼晩お前が泣いた日は俺祝うわ。それで知らせてくれ。 朝昼晩お前が泣いた日は記念日にするわ4回泣いたら誰かが死んだ日にしよう <laughs> 朝昼晩寝る前だから3回目までは俺祝わないからちゃんと0時超えて次の日に祝うわへえすげえわ これやばいよ。なんか、不思議な気持ちになっちゃう。だって同じ、俺と同じ人間でさ、こうね、習慣になってるんだよ。まあ、今日はちょっと風邪気味だけど、多分風邪ひいてる時もあったんだろうな。風邪気味だけど、ちょっと、<laughs> 10分前に泣いてるらしい。答えたみんな <laughs> !10 分前に泣いてるらしい、今。あ、ほんとだ !22 時29分に泣いてる。 お勤めご苦労さんってことだろうな <laughs> 不思議だな不思議だよね本当になんか人間にはいろいろな役割があるなっていうこういうやつらに支えられて今の俺がいるんだなって本当に思うわマジで。